大木地区は、現在の大阪府泉佐野市大木にあたり、地区内は上大木、中大木、下大木に三分される。中世の昭円姫僧に属した、入山殿四河村の内船淵、勝部、大木の三河村に該当し、近世には大木村を形成。1889年に土丸村と合併して、大槌村大技大木となり、1954年に、 泉佐野市へ編入された。泉山脈から流れ出た河子井川が開作した河川敷に形成されたため池や石積みの棚田、灌外水路を含む集落の農産村景観及び犬泣き山七宝滝寺と国指定史跡のひね草遺跡がひね草大木の農村景観の名称で文化財保護法に基づく重要文化的景観に選定されている。 重要文化的景観の構成要素には中大木の最高寺と善徳寺、下市井川支流の二瀬川と犬なき川、小川街道、一区古民家の旧無井家住宅も含み、選定面積は953.9ヘクタール。選定範囲の中には、東名ヶ岳と高城山もある。大木集落の主要産業は、農業と林業で木材商や木工商を営む家もある。 近代になり、織物も行われるようになった。ひねそう遺跡に指定される、ひそう神社の断じりは、現在も集落を挙げての行事として継承される。ありがとうございます。